あのまあ、効率化とかうーんその前にやはりこうアナログであるその人と人とのつながりであったりとかあのその人間力ですねその人間力が一番大事だとやっぱ思うんですその、えー、納入するお客様のですねでその人間力をさらにこうパワーアップするような補助的な部分が IT だと思ってるんですね。 だからそういう部分では本当にその人間力がもう主で,でもう IT はもう服という形で考えております。はいまあ、IT もですねやっぱり多く分かれると思うんですね。最先端もう今までないもう現技術みたいな形ですねそれともうすでにこう広まりつつある技術ですね で最先端かからはもだいぶ程遠いといぶ遠うか昔になるんですけどもただ一般の人たちその企業まあユーザーといわれる方たちにまだ広まっていないものっていうのにたくさんあるんですねでそれが1個だけじゃなくその散らばっている既存の技術を組み合わせることによって大きなその企業であったりユーザーにとってですねメリットが与えられるようなそういったものをですねうちではあの目指してます。 そうです、ね、あのもうアレルギーの方は、まあ、だいぶ少なくなってきたんですけども,もうキーボードを見るだけでアレルギーでもうダメだという方いらっしゃるんですねなのでやっぱりそのシステムをこう導入する場合ですね、まあ、作るっていうした場合にその機能ですねでその結果っていうのが非常に大事ではあるんですけどその例えば入力方法とか操作方法 っていうのがです、ね、難しかったりするとやはり使ってもらえませんのでその部分を非常にやっぱ気を使うところですね確かにですねいろいろなソフトウェアを見てきてですね、うん、まあ失敗例とこうくくってしまうとあれなんですけれどもやはりこうものすごく機能は多機能でただ実際には使われてないっていうのは本当に見るんですねやっぱりそこの部分はやっぱりちょっと使う側のなんていうんでしょうアナログの部分 こうかす形。すべてがすべて、あのデジタルにしてしまうと、うまくいかないんですね。で、アナログアナログで活かして、その部分を補助できるような。うまい形でですね。そういうなんかシステム作り。っていうのが大事かなという,ふうに思いますね。会計システムというのは、もうほとんど同じような仕組みなんですね。その企業が、業態、業種、業態変わっても、同じような処理なんです。 ただ販売管理っていうのはかなり千差万別で企業によってはパッケージの既存の,その販売管理システムに合わないっていうケースが結構あるんです。というケースが結構あるんです例えば、えー、そうですね、まあ、商品の,その形例えば、えー、一つの固体であったりとか液体であったりとかでそうですねか、えー、け売りの場合のそのこう特殊な取引が多いとかですね で、在庫の持ち方とか、お客さんのその携帯、請求書をまとめて出してほしいとこもあれば、現場ごとに出してほしいとか、そういう細かいその要望があるところがあります。そういうところで、既存のもので合わないお客様が、まあ、うちのようなところにオリジナルで開発を依頼してっていう形になります。オーダーメイト、そうですね。 ファインンドホンというもちろんファインドメーカーという名前ですのでそのファインドホンっていう名前を付けたんですけどもまあ簡単に言いますとそのピザ屋さんとかですね電話をかけた時にその電話番号を聞かなくても「誰々さんいつもありがとうございます」っていう話があると思うんですね。そういう,ふうにです、ね、電話番号と連動してそのお客様から電話があったと話番号を聞かないう話があるというのはでかり でそのお客様の,その購入履歴がですねあの一覧で見ることができるそういうことでお客様への気持ちよい対応が実現できるまあそれが一つの機能なんですね、はい、3年前当初あのその開発した時にですねやっぱり同じピザ屋さんに置いてあるシステム同じような電話だだけのの連動の部分だったんですそうするとやはりおっしゃる通りにその強みというのがなかなか見出せなかったんです。 でそこで電話だけではなく電話という部分でこう着眼したんですけども対応ツールというお客様対応ツールっていう考え方をするともう少しバリエーションというか横の広がそこでじゃあお客様との対応はどういうものを使うかって考えた時にじゃあメールもありますファックスもありますっていうふうに考えたんです。なので今は電話ととメールとファックス お客様とのコミュニケーションの部分を全てですね一元管理するっていうふうなそこにメリットを持たせたあのソフトとなっておりますおかげさまでですねあのこんなソフトが欲しかったっていう嬉しい声があ本当にあの聞かせていただいて、うん、今後あの非常に楽しみな商品です次の戦略としてはですねこの「ファインド本」っていう部分の活用するこう場面ですかね 部分をいいろろと調べてて深く入っていきたいいいとと思いますというのは、えー、例えばそのファインドホンの機能をとても有効に使える業種を見つけていってでその業種に向けて深くかゆ、えー、いところに手が届くようなそういったシステムを作りその業界でもうスタンダードなもうこの業界ではこのファインドホンのだよなと。 いうふうなそういった戦略で考えています。はい、<music> あの数字的な目標っていうのはもちろんありますね。まずはあの1億円を目指すっていう部分ですね。5年後までにはあの実現したいなっていう,ふうに思ってます。やっぱり夢はうんまあいろいろあるんですけども、やっぱりその必要とされるやっぱり会社になりたいなという。 あのそこにスキルかな、うん、やっぱりもうなんかあなたに会えて本当によかったとかお客さんに言われてでまたその社員さんからもこの会社で働けて良かったとそういうふうに言ってもらえるようなそういった会社になりたいですそれはもう業績だけじゃなく、うん、人を育てられるその会社という形に目指していきたいな まあ、10年後20年後まあうちの長男が今、えー、9歳なのでまあできれば希望すればうちの会社に入ってもらってでうーんその10年後20年後の会社もうそうですねそうだな,なんかこうにこやかにうん。 と思いやれてでお客様からもう本当にいつもありがとうと言ってもらえるようなでその定年退職者が出てきてで最後にこう抱き合ってこう喜び合えるようなありがとうとそんな,なんか、うん、漠然としたイメージですかね。